どうもニワトリです。昨日はバレンタインということで、男の子のみんなはチョコレートを誰かにもらいましたかね。そして女の子はチョコレートね、誰か男の子とかにあげちゃったりとかしましたかね。ね、そういうのいいよね。僕はですね、はい、ということで茶番はこれまでにして、今回バレンタインパック買っていこうかなと。極甘バレンタインパックということで、いろいろアイテムがもらえるのと一緒に、この左下のドキドキバレンタインボックスっていうクッキーデコかな、ランドマークではなくてデコレーションがおそらくもらえるらしいので、今回はね、これを見ていこうかなと思います。かなり可愛いし、おそらくこのバレンタインでしか手に入れることができない特殊なね、デコレーションになるかなということなので、王国作りに力を入れてる方とかね、買おうかどうしようかなって結構悩むところかなとは思うので、今回はね、僕が一度買ってみてお見せしようかなと思います。Twitter とかやってる方はね、もしかしたらすでに見たかもしれませんが、これでまだ見てない方もね、いるかなと思います。それ今回僕が買っていこうかなと思います。ドキドキバレンタインボックスということで1480円、20課金だとして、これが20課金っていうのはなかなかちょっとどうなんだってところもあるんですけども、まあでも限定品、このバレンタインの時にしか多分手に入らない限定品だからね、かなりね、1480円と微妙に高いんですが、まあでもこの右のね、もらえるものとかと考えると、かなり2000クリスタルでパールでレインボーキューブとかでいろいろもらえるから、コスパは悪くないけど、まあ安くはないね。ということで買っていきましょう。極甘バレンタインパック、はい、ということで購入が完了しました。この一番右側にニューってついてますね。これが新しいというか、これドキドキバレンタインボックス、これだね、クッキーデコだから、あ、違う違う、もう出るんだ。あ、ちなみに僕ちょっと王国ね、綺麗にしましたので、こんな感じになっておりますね。じゃあちょっと広い見やすいところにこのバレンタインボックスを置きましょうか。こんな感じでね、で置いて、でこれどうやらクッキーをね、中に置くことができるらしいんですよ。なんで自分の好きなね、クッキーたち、まあ、そうだね、ちょっとココアとミントを連れてきましょうか。ミントもしかして仕事中か。お、ミント散歩中ですね。散歩中ならね、バレンタインっていうこともあったし、まあココアとね、ラブラブしちゃってくださいよというところで、じゃミントとココア連れてきました。じゃまずはココア味クッキー置きましょうか。ちょっとアプリですよ。かわいい、座ってますね、まあ、普通に座ってますね。で2人でね、個室、半個室的な感じのところで一緒にアイスを食べようと。おっと、ミントどこへ行く。そう、こう2人でね、いい、あ、おお、出ちゃった。ん、どうした、嫌なの。いやー、ラブラブしてますね。特殊な動きはなかったけど、いいですね。ラブハートのこのボックス、まあ、クッキーたちだからね、人間で考えたらなんかすっごい、なんかどんなとこにいんのって感じはするけども、ん、なんで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 、いい感じですね。かわいいですね、まあ、こんな感じでね、自分の好きなクッキーたちをペアにしてね、ここに座って一緒にご飯を食べさせてあげるとかってね。ん、あ、なんでできないの。まあでもベルベットはね、ワンケーキがいたらよかったんですけども、残念ながらワンケーキがいないからね、まあベルベットはクッキーというよりかはワンケーキに興味がね、ありそうな感じはあるので、ちょっとね、ワンケーキ用意できないのが残念ですが、まあ例えばね、これ、まあ、カップル的な感じじゃなくても、ラテと、そしてシュークリーム、先生と、生徒、そんなような感じのね、いやー、かわいいですね。おっ、しかもこのシュークリーム味クッキーなんか足がね、ちっちゃくてパタパタちょこちょこしてかわいいですね。じゃあ、待って、どこだ、僕の大好きなクッキーはどこだ。もう僕といえばこのクッキーっていうクッキーがどこかにいるはずなんですが、なかなかクッキーがね、見つけにくいですよ。俺もしかしたら仕事中かな。僕の大好きなクッキーに仕事をさせて、僕が仕事、おっと、散歩中、どこにいる、おっ、ん、どこ、あっと、あと、バグってますね。バグってますね。さあ、この子を助けてあげましょう。僕の大好きなジャングル戦士ちゃん。ジャングル戦士。おっと、バンパイア、どけ。そこは俺の席。おっ、どけ。おい、あっち行け。そう、僕の大好き、ちょっと近寄るな。僕の大好きなジャングル戦士ちゃん、ここに置いて。なんかあどけない感じ。ねえ。おっと、バンパイア、おい。おい、どけ。まあ、ジャングル戦士の横には誰も、あ、座らせます。すいません。僕が座るので。ねえ、僕の鶏をここにちょんってね。
ジャングル戦、おっと、ワンケーキがいる。あ、そっかそっか、ベルベットのなんか演出みたいなやつでワンケーキがいるのか、びっくりした。なんでワンケーキが王国を歩いてるんだろうと思ったら、敵が侵入してきてちょっと良くないかなとか、こうやって、まあ、ベルベットがいるからいいか。いちごクレープとピュアバニラのこのセットもいいですよね。なんだかね、ツンツンしながら、ピュアバニラがこう、穏やかにみたいな感じで、こう、仲良くね、でもお話は進んでいく、そんな感じになりそうな感じがしますよね。いやー、楽しいですね、これ。はい、ということで今回はこのバレンタイン期間限定のパック、極甘バレンタインパックの中のドキドキバレンタインボックスっていうデコレーションをね見てみましたが、皆さんいかがでしたかね。結構ね可愛いんじゃないかなと、しかも限定品となるとね、これは手に入れ、一個は手に入れておきたいかなって思うところのデコレーションかなと思います。ただちょっとね課金でしか手に入ることがねできないっていうのがね、なんとも悩ましいところではあるのですが、これ期間限定ということもあって、まあ、バレンタインに関するということもあって、で発売期間がねもう今日15日 で残り2日ぐらいしかもうあと販売しないみたいで、それ以降ちょっとなくなっちゃうなというところなので、もし悩んでる方がいらっしゃいましたらね、まあ、今回のこの僕の動画を見ていただきまして、でこのクッキーたちのね、まあ、このボックスの感じとかクッキーたちのこのデコレーションの感じとか、まあ、いいねこのスクショとか撮ってね、結構映えそうな感じのデコレーションではあるかなと思います。クッキー2匹がこう向かって並んでね、この可愛い箱の中に入ってるっていうのは、かなりこのデコレーション映えしそうな感じのね、写真映えしそうな感じのところはあるので、これがね非常にいいなということであれば、まあ、購入していただいてもねいいんじゃないかなと思います。あと一応これねアカウント2回限定ということで、一応1人2個まで買えるらしいんですが、まあ2個はいいかなと、とりあえず1個はあれば可愛いかなっていうところなので、僕はとりあえず2個は買いませんが、こんな感じで参考にしていただいて、まあ、買うか買わないかね、悩んでる方の助けに、ね、なればいいかなと思います。僕はとりあえずね、まあ、そんなに僕は、まあ、自分の僕の王国を見て分かる通り、デコレーションとかにねそんなにね凝ってないというか、凝れないというか、ちょっと僕こういう片付けとかこういうのはすごい下手くそみたいでうまくできないんですけども、これはでもなんかねお金ちょっと出したけどね全然買って後悔はないかな。可愛いもん、なんか暇な時にジャングル戦士入れて、で僕もここに座ってる妄想して、それだけで十分。はい、ということで今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。バレンタインって